はい、こんにちは、海坊主です。今回からね、こちら新マップシルバーランフォレストをねやっていきたいと思います。こちらはね、プラチナムエキスパンションで追加された、まあ林業にね特化した公式マップですね。今までね、林業に特化したモッドのマップはあったんですけどね、公式マップってことです。まあ過去作でね、林業に特化した公式マップあったかもしれないんですけどね。はい、まあとりあえずまたね、こちらのマップで新シリーズ、まあフォースシーズンですね、第4シーズンを始めていきたいと思います。まだね、何も持たざる者の状態から始めてますんでね、こっからコツコツとやっていきましょう。それではね、本日もよろしくお願いします。はい、でまたね、設定の方がね、経済難易度はイージーです。で、季節ごとの成長はあり、1ヶ月の日数は1日、まあここら辺はね、風景の固定はオフでオンですね。で、作物の成長も破壊はねオフにしときましょう。それ以外はねオンで、汚れとかもね、まあそれ以外は全部通常通りっていう設定でやっていきたいと思います。ヘルパーのね、また燃料とか種とかもね、自動購入はオフにしております。はい、前回はね、滝からダイレクトに降りてきましたけどね、とりあえずこのまま階段で降りてってみましょう。まあ間違いなくね、ここの土地から始めてみなさいみたいなね、雰囲気があるんですけどね。まあとりあえずね、ここの土地を買ってみましょう。で、現在地点はね、ここですね。他にもこことか、ここら辺とか拠点にできそうなところはありますよね。ここは坑道ですよね。まあそう考えるとさ、いろんなところから近い方が楽だよなっていうのもあるんですよね。ショップはね、南部にあるんですよ。ショップはね、南部にあるので、なんかね、いろいろほら、鉄道もさ、ここにもあるじゃん。だけどこっちに行く感じでもあるし、こっから分かれてんですよね、よく見ると。ほら、どうなってんだろうね、鉄道も。これ、あ、でも線路があるだけかな、ここだけだもんな。駅マークがあるの、こことここの2種類、線路があるだけなんですかね、これは。うん、難しいですね。まあそのうちね、こっちでその鉄鉱石とか使うっつうのであればね、こっちの方の拠点を作っても良さそうですよね。まあとりあえず無難にね、ここが拠点にしなさいっつうんだからね、ここを買っときましょう。32ですね。はい、じゃあね、まず自宅を建てるわけですけどね、こんだけしかないんですよ、スペースが。まあそのうちね、ここを切り開いていくのもいい感じですけどね。まあそれは後々ですよ、後々で、最初にやることは、とりあえずね、農場の母屋を設置しときましょう。あんまでかいのね、作ってもしょうがないと思うんだよね。普通のサイズを作っときましょうか。なんかね、今後の発展性考えるとね、こっちにやっぱ作っといた方がいいような気がするんでね。はい、とりあえずね、ここに、ポンと作っときました。どう考えてもね、こっちが正面だろって言いたくなるような作りしてますけどね。はい、それでね、まず買わなくちゃいけないものとかをね、いろいろ精査しましょう。で、まあアルバイトはね、畑のすき込みとかね、枯れ木ミッションがあるって感じですけどね。まあ枯れ木ミッション、このエリアでは枯れ木に関する問題があります。オーナーを手伝って枯れ木を全部切り倒しましょう。それぞれの木にはすでに印がついてありますってことで、まあ、伐採した木はね、後で売ることもできますってことですね。なのでこれをやるのにね、必要なものを買うって感じで、まずトラクターですね。どのサイズのトラクターを買うかっていうとね、あんまでかくてもね、最初はね、お金がもったいないんでね、節約していかなくちゃいけないですからね、このお金を。多分ね、そんなにね、でかく稼げないんですよね。クボタの M6 とかね、まあ、104馬力どうなのってところはあるけど。
まあモッドのやつを買いましょうね。ドイツファールか、クラス、クラスね、良さそうですよね。でもなんか安いだけじゃないでね、いろいろの使い勝手もね、やっぱ考えたいですからね。このね、まあニューホランドのね、古いタイプとかもね、まあ良さそうなんですけど、どうせだったらやっぱまたね、現代的なトラクターで行きたいですよね。T6 シリーズとかね、良さそうですよね。エンジンもね、195馬力まで上がるってところなんでね。T6 シリーズもね、なんかいろいろあるんですよね。モッドをいろいろ突っ込んでるおかげで。これなんだろう、電動かな、なんか電動っぽいですよね。未来的すぎるトラクターの形してますよ。あと T5 シリーズっていうのもあるか。一回り小さいんですかね、 T6 より。これ T6 シリーズのエコってやつね。175馬力まで。これがいいかな。 T6 シリーズダイナミックコマンド。カラーリングはね、またメタリックにしましょう。ブルーパワー。はい、じゃあとりあえずね、これ1台購入。はい、あとはね、こちらクラースにしときましょうね。なんとなくで選んでみます。はい、2台目はクラスで、あとはね、買わなくちゃいけないとしたら林業関係をね、買わないことには話になんないんでね。はい、とりあえずこの林業用マルチャーを買っときましょう。今回はね、ランバージャックモッドをね、できる限り使いたくないんですよね。で、あとこれね、ウインチを一つ使っとこうかなと思ったけど、どうせだったら専用のやつでもいいような気がするけど、まだいいか。とりあえずね、これを購入します。で、あとこのね、駐在機もね、購入しときましょう。何かしらに使い道あるでしょう。あとこのウッドチップマシンもね、欲しいっちゃ欲しいんですけどね。あとなんか油圧の粉砕機なんてね、あるでしょうから、それはどこにあるかですよね。はい、あとなんかマーキングスプレーね、一応買っときましょう。あ、一応ここら辺もほら、ボルボ系のアタッチメント全部プラチナムエキスパンションですよ。すごいね。ホイールローダーのアタッチメントね。これだ。スキッドステアローダーのアタッチメントで、これ油圧ブレーカーありますよ。ドッタ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 ッつって、とりあえずこれ購入しときましょうか。スキッドステアローダーアタッチメント、スキッドステアローダーってこれね。はい、じゃあこのスキッドステアローダーもね、1台買っときましょうか。クボタにするかね、ニューホランドにするかですけど、とりあえずクボタにしときますか。ニューホランドばっかりで揃えてもいいっちゃいいけど。はい、購入で、まああと必要になるのはね、ローローダー。お、これもね、プラチナムエキスパンションですね。以前使ってたのね、これですよね、前のマップで。ちょっと高いけどね、こっち買いましょうか。はい、じゃあローローダーもね、1台購入で、あとなんかあるだろうな。なんか林業系のトレーラー買わなくちゃいけないでしょ。どっち買おうか、ウッドトレーラーか。そう、どっちも買っとけばまあ間違いないんでしょうけどね。あ、マルチャーって俺これこっち買っちゃったんか。違う違う、あー、そういうことね。この2台が多分あれのマルチャーとかに使えるんですよ。ほら、このファストカプラーってやつで、この先に多分くっつけるものなんでしょうね、あれが多分。たっけ、81センチの丸太をつかめるよってやつか、これが。ってことはでっけえ丸太があるんでしょうね、多分。まあ、あんまり調子乗って買ってってお金がなくなるね。で、トレーラーはね、とりあえずこれ買っときましょう。はい、こちらがね、
とりあえず初期投資分って感じですね。まあこのマルチャーはねしばらく、てかこれはちょっとね手放しちゃいましょう。しばらく使わない。はい、じゃあねこちらをやっていきましょうか。まずねこのブレーカーはねアルバイトとかに使うんでね、これでドドドドドドッといくわけでしょう。もしかしたらね一応貼っとくか。なんだっつったらバケットね。あの回収して帰んなくちゃいけねえとかそういうあれがあるかもしんないじゃないですか。だからねこういう意味ではね買っときましょう。で、あとそうなってくるとねトレーラーも買っとかないとね石積み込む。あんま高いの買いたくねえな。はい、これ買っときましょう。はい、じゃあねとりあえずいろいろ準備しないとね、持って帰んないと、とりあえず持って帰るのにね結構大変そうですもんね。なんでこれにとりあえず積んでいきましょう。このね丸太を引っ張り出すとかね言われてもわからんしみたいな、こういうのもねだから徐々にね使ってって慣れていきましょうね。なんかね久々にこういうことやってますよね。ゴールドクレストバレーでもね最初のうちはねこういうのでね運んでましたもんね、物が。トラクターの数が少ねえからピストンするっつうよりも一度にね大量に運ぼうっつって。はいこれちょっと危ないような気がするけどね。でマルチャート、おお2往復でいけそうだね。この引っ張る系をあと1回取りに来るぐらいでいけそうですよ。はい、先にねとりあえずこっちのねバケット積んどきましょうね。